こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、管理組合と管理組合法人、あとですね、管理者について、触れていきたいと思います。まず、管理組合っていうのは、区分所有者全員で構成される団体のことを言います。マンションの各部屋の所有者、全員で構成される団体、これが管理組合です。区分所有者であれば必ずこの管理組合の組合員となります。脱退とかありませんので、まあ、その点注意しましょう。で、この管理組合っていうのはどういうことをするかというと、例えばマンションの規約、これを作ったり変更したり、廃止したりなくしたり、また建物とか敷地の管理をしたり、また管理者を選任したり解任、選んだり辞めさせたり、まあ、することができるんですね。で、これっていうのは、集会の決議で行います。つまり、区分所有者がみんな集まって、で、決議を取って決めるという話ですね。こういった内容を決めると、まあ、いった話です。で、管理者なんですけれども、イメージとしては理事長ですね。理事長と呼ばれる人が管理者に当たります。で、この管理者っていうのは、区分所有者を代理します。区分所有者の代理人として、この管理者、理事長がいるということですね。なので、理事長が管理者の立場として何か行ったというのであれば、それは区分所有者に帰属するんですよ。あくまでも本人は区分所有者、代理人が管理者、理事長といったイメージですね。民法で言うと。民法で言う本人と代理人ってあるじゃないですか。それで言うと本人っていうのは区分所有者、代理人っていうのがこの管理者、理事長と。まあ、いったイメージです。で、この管理者ってどういった権限があるのか。これは、共用部分の保存行為。例えば、廊下の電気切れてたっていうのであれば、まあ、管理者が区分所有者に代わって、電球の交換をしたりとか、まあ、することできますよってことですね。あと、集会で定めた事項。この集会で、管理者はこうこうこういうことできますよっていうふうに定めた事項。定めた事柄ですね。あと、規約で定めた事柄。ここの規約ですね。この規約の中で、この管理者っていうのは、こういったことできますよ。こう定めたのであれば、それも可能です。例えば、裁判になった時の、原告とか被告とかにもなることできるんですね。この管理者が。まあ、この点は覚えておきましょう。で、続いて、集会で、事務の報告を、毎年1回行わなければなりません。この集会ありますね。この集会で毎年1回は事務の報告、つまり管理者として行ったいろんな行為ありますよね。そういったものを報告しなければなりませんよ。という話です。で、続いて、管理組合法人ですね。管理組合法人っていうのは、この管理組合が法人化したものだと、まあ、いうふうに考えていただくといいです。で、この管理組合法人になるためには、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数によって行います。つまり決議を行うわけです。決議を行って、まず区分所有者の4分の3以上必要です。例えば40人区分所有者がいたのであれば、30人以上の賛成が必要だって話ですね。かつ議決権についても4分の3以上の賛成が必要になってくるんですね。で、この議決権っていうのは占有面積によるんで、一人一人持っている、投票する、投票権っていうのかな？この数って違うんですよ。例えば、占有面積が50平米の所有者が1票持ってたとした場合、100平米の所有者っていうのは2票持ってるんですね。まあ、このように、占有面積の割合によって議決権の数っていうのは違うんですよ。議決権っていうのは投票できる数っていうのかな？まあ、そういったイメージで大丈夫です。で、この議決権についても4分の3以上の賛成票が必要になってきますよ。この2つとも4分の3以上の賛成があれば法人化することができます。つまり法人になることができるってことですね。で、法人になることができるとどうなるかっていうと、この法人名義で銀行口座を作れたりとか、法人名義でお金の借り入れとかができるんですよ。こちらの管理組合については、銀行口座作るにしても個人名義で作る感じになっちゃうんですね。で、借り入れについても個人名義での借り入れとかなっちゃうんですよ。
まあ、一般的にはこの管理者は理事長名義になっちゃうんですよね。でそうすると理事長の負担って重いじゃないですか。私自身もそんな立場になったらなんか嫌ですよね。自分名義で口座作って自分名義で借り入れとかって、まあ、もちろん管理組合なのでみんなで分担はしますよ。ただ名義自体が自分になってるっていうのがなんか嫌ですよね。でそういった場合はもう管理組合法人を作っちゃったら、この法人は一つの人格を持つわけです。一人の人っていうかな、として扱うわけだから、この管理者みたいな負担がなくなると、まあ、いう話です。で、管理組合法人は必ず理事を置かなければなりません。まあ、いわゆる代表ですね。まあ、ここで言う理事長と一緒なイメージです。理事を置かなければいけません。また、幹事も必ず置くんですね。まあ、幹事っていうのは、例えば収支の監査だったりとか、業務の監査とか、まあ、監査役みたいなイメージですね。まあ、お金の管理ちゃんとやってるかなって、監視したりとか、業務ちゃんとやってるか、まあ、こういった事務とかをちゃんとやってるか監視したりとか、まあ、する人といったイメージで大丈夫です。まあ、監査役と。まあ、監査をする人ということですね。まあ、これが管理組合と管理組合法人と管理者の話になってきます。重要なところで言うと、区分所有者は必ず組合員になりますよっていうところですね。あとこのあたりについては、集会のところでもお話ししていくので、まあその時覚えていただければ大丈夫です。あと管理者は、原告になることができますよ、被告になることができますよ。また、集会で毎年1回、事務の報告をしなければなりませんよ。このあたりちょっと覚えておきましょう。あと管理組合法人になるためには、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数。これが必要ですよ。この4分の3っていう数ですね。これ覚えておきましょう。この4分の3とかが3分の2とか5分の4とか過半数とかで引っ掛けてくる可能性ありますので、きちんと法人化するためには4分の3が必要だってことを頭に入れておきましょう。また管理組合法人は理事と幹事、どちらも必ず置かなければいけませんよってことですね。ここも頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。